の隣田を結ぶ私鉄、京成電鉄に、このような電車がいる、3600型。そのどこか古めかしい接客設備からは、昭和生まれの風格すら感じるほどだが、実のところ、この車両が作られたのは昭和末期から平成初頭にかけてであり、画像右のイケメンよりも、10年ほど新しい車両だったりする。このクラシカルなスタイルは、登場時からほとんど変わっておらず、それゆえに近年実現したリバイバルカラーも、まるで違和感がないのだが、このリバイバルカラーは、引退前の最後の花道として企画されたもの、10年の年の差にもかかわらず、先輩たちと同時に消えてゆくことになったこの車両には、様々な事情に翻弄された歴史があった。1972年、京成は、開港を控える成田空港への輸送を行うため、初代、スカイライナー、こと AE 車を登場させたが、一方で、新たな通勤電車の製造も開始していた。これが3500型である、京成初のステンレス車であり、同時に初の冷房車でもあったのだが、機類については、以前の通勤車由来の設計が保たれ、1C6M 制御のユニット単位で、柔軟に編成を組める点も変わっていない。ステンレス車体の採用についても、当時京成に残っていた古い鉄橋の強度不足により、普通構成車に冷房を搭載した場合の、荷重増加に耐えられないためという、消極的な背景が大きかったようである。また、従来の京成車とは異なる直線的なデザインも、工期短縮とコストカットを意図したものであった点など、必ずしも完璧なものではなかった3500型だが、70年代後半の京成を襲った経営難の影響もあって、10年間にわたって、4両編成換算で24編成が製造され、京成電鉄全体の冷房化率向上に貢献した、そんな状況下ではあったものの、1980年代に入ると、省エネが要接見し、3500型の登場から10年となった1982年になって、次なる主力車両が登場することになった。AE 車で実績のある開示直破制御や、ワンハンドルマスコンを通勤車では初めて採用し、3500型以前の1C6M ユニット構成をやめ、AE 車と同様の、先頭付随車と中間動力ユニットからなる6両固定編成を組成する、車体の方は、3500型の最終増備車で試験採用された、オールステンレス製が本採用となったほか、前面も切り妻から3枚折り妻となり、トーブルエア種別表示器の配置も変化、独立した急降灯も設けられるなど、視認性も向上したこの配置は、翌年の鉄橋架け替えによって可能となった、従来車の更新、冷房化工事にも反映され、京成における一つの標準となるに至った、当初は経営危機の中、既存車の代替などとても手が回らないような状況下での導入であり、輸送力増強用のみの製造にとどまったことから、2年に1編成というスローペースでの導入となっていたが、経営状況が好転してきた1987年には、最後に残った、青電210型の置き換えのため、一気に4編成が導入され、その数を増やした。合わせて、当初禁止されていた都営浅草線への乗り入れも開始され、3600型はようやく、本領を発揮できるように思われた。しかし、同時期に子会社の新京成では、VVVF インバータ制御を採用した、8800型電車が登場。VVVF 車としてはかなり初期のものであったが、当初生じていた空転の問題を別にすれば差したる問題はなく、加えて、車体は予算抑制のため、通行性ながら、近代的なデザインとなり、新京成のシンボルかつ主力の一角として定着しつつあった。また他社においても、バブル景気に後押しされる形で、先進的な新型車両が続々と計画、登場していた頃であった。つまるところ、
京成の経営が回復し、3600型の運用の障壁もなくなった頃には、その設計はすでに1世代前のものになってしまっていたのである。加えて京成では、優等列車の6連から8連化を推し進めていた頃で、6連固定の3600型よりは、8両編成を作りたい。3600型自体、将来の8両編成化を想定した設計になってはいたのだが、1989年度製造分の第9編成を最後に、3600型の製造は打ち切られ、1991年、大幅に近代化を果たした3700型電車が登場。これによって、3600型が少数派となることが確定してしまった。1991年3月改正より、京成車による京急線内への乗り入れが再開されたのだが、これには最新型の3700型のほか、3150型と3200型初期車が用いられ、3200型後期車から3500型までの 1C6M ユニットを採用した車両ともども、3600型は京急に乗り入れを拒否されてしまった。これは、1986年より京急が、先頭台車が動力台車、でない車両の、乗り入れを拒否していることによるもので、これに対応するため、後に3200型後期車と3300型では、先頭車の台車を入れ替える、京急直通対応工事が施工された、3500型についても、将来の更新時にこれを行うことにされたのだが、こと3600型に限っては、そう簡単に解決する問題ではなかった。というのも、3600型の先頭車は車両単位で付随車なため、先頭を動力台車にしようと思えば、足回りを大胆にいじくる必要が生じるためである。一応、同様の車種構成だった北総や重都工団の車両、および1993年に、初代 AE 型の車体更新で誕生した3400型では、車両間で床下機器を振り替えて、京急直通に対応したのだが、3600型に限って、このような改修は一切なされなかった。また、この時点での3600型は全てが6両編成であり、やがて京成車の京急運用は8連に統一されたため、このままであれば、大きな制約事項にはならないと思われたのだが、京成は、新造車の3700型、車体更新車の3400型に加えて、運用の制約が厳しくなった3600型をも活用して、船内優等列車の8両編成化を推し進めようと考えた。とはいえ、新車の増備はすでに3700型に移行していたので、全9編成中の3編成が編成を解かれ、中間車を他の編成に組み込んで、8両編成へと組み直された。この組み替えは、1997年から1999年にかけて行われたのだが、問題となったのが、余った先頭車の処遇、2番目に新しい形式から廃車を出すなんて論外だが、動力源がないため、自力では走れない。そこで、3700型と同じ機器を取り付けて、3600型唯一の6両編成として運用することになった。使っている機器の関係上、元より他の3600型より高性能な上、中間の、左派、2両を抜くと、全車電動車の4両編成になる点などからか、いつしか、ターボくん、の名で親しまれるようになったこの編成は、非営業運用ではあるものの、3600型で唯一京急線への入線も果たした。一方で、8両編成になった方に関しては、当初の目論見通り、本線の輸送力増強に役立った一方で、京急線に入れない、という制約を意識せねばならない場面も、必然的に増えることになってしまった。だとすれば、更新工事のついでに直通対応改造も、という話になるが、京成には、そうできない事情もあったのである。1996年より、3600型の組み替えと並行して行われていた、3500型の更新工事は、過去に例を見ない大規模なものだった。セミステンレス構造の弱点である、内部の鉄材を補修するのに合わせ、車体の大部分を張り替えたのみならず、そっけない切り妻だった先頭部に至っては、丸ごと新品に交換されている。引き通し線の交換によって、未修繕車との並結こそできな
くなったが、修繕車同士であれば、従来通りの柔軟な蘇生が可能であり、台車の入れ替えも行われたので、京急線への入線も可能になった。インテリアデザインも、新車同然のものになった。と、ここまでなら完全無欠の魔改造なのだが、この改造を行う上では、いくつかの犠牲が生じていた。第一の犠牲は工事費用で、内部の鉄材の腐食具合が、形成の予想を超えたものであったために、更新コストが高騰してしまったようである。そうした状況から、どうせ高いコストがかかるなら、新車で置き換えた方が良い、という判断に至り、初期車14編成の修繕が終わった2000年をもって、工事が中止されてしまう。後期車には、鉄材の腐食と無縁なオールステンレス車もあったのだが、無念、それらも含めた早期廃車が決まった。これが第二の犠牲者である。そして、この一件の影響を受けてのものか、3600型にもまた、更新工事の波が来ることはなかった。2002年より1編成が芝山鉄道にリースされた他は、ただ現状維持の日々が続く、錆びないオールステンレス製ゆえ、それでも何ら問題なく走り続けることができたが、旧型車の置き換えが進んでくると、いよいよサービス面での見劣りが隠せなくなってきた。運用面にしても、戦術の通り京急線に入れないことは変わらず、8両編成なので、千葉線、千原線方面にも使えないし、2010年に開業したスカイアクセスに入れないばかりか、運用のつながりの都合上、北総方面の運用自体にほとんど入れられない。さらに2012年、京成は12年ぶりに車両のリニューアル工事を再開したが、その対象は3600型ではなく、一つ後の3700型であり、運用面でも車齢的にも中途半端になってしまった3600型の型身は、狭くなるばかりであった。そして2017年、3500型未更新車に次ぐ淘汰対象となり、登場から35年目にして、ついに廃車が発生したのである。その後、デジタル無線対応改造中の予備車の必要が生じた関係で、3600型の廃車は一時中断され、中には予備車の需要に合わせて6両編成に戻り、千葉線、千原線に顔出しする編成も現れたが、2019年には廃車が再開され、3500型、3400型に先んじて、本格的に数を減らしていった。そして今、3600型の8両編成はすでになく、6連括減色に復元された3688編成と、4連に短縮され、金町線で運用される、ターボくん、こと3668編成を残すのみとなった。長期の使用に頼るはずのオールステンレス車が、10年も古いセミステンレス車よりも先に去ってゆく。そんな一見不可解な状況の裏には、懸命に形成を支えてきた、少し不器用な電車、の存在があった。経営が厳しかった時期の京成が生み出した、新型通勤電車、3600型、当時のパンフレットに添えられた、明日を走る、という言葉は、この車両に託された期待を、静かに物語っている。結果としては、先代の3500型より先に引退することになったものの、様々な制約や障壁に阻まれつつ、不器用ながら走り続けてきた3600型は、京成の歴史を物語るかのようにして、今、確かに輝いている。